この辺りだ。この辺りでイタチの姿を見たと動物たちは教えてくれた。よし、これから手分けしてイタチを探し出す。イタチを見つけた場合は絶対に手を出すな。すぐに俺に連絡しろ。あ、それじゃ。もうすぐだ。久しぶりだな。誰だ？俺だ、サスケ。じゃあ、たち。少し背が伸びたか。あんたは相変わらずだな、その冷たい目も。始末する価値のない、この俺を倒したくば恨め、憎め、そして醜く生き延びるのに、逃げて逃げて生にしがみつくのに。あの夜の出来事、幼かった俺には幻にしか思えなかった。ひどい現実の中にいるのだと、そう思いたかった。だがあれは紛れもない現実だった。今の俺は昔の俺とは違う。あんたを消すその力が俺にはある。大した自信だろ。あの夜の悪夢を今ここでこの俺が終止符を打つ。
強くなったな。一人で内派のアジトに来い。そこで決着をつけさせてやる。サスケ！お前たち、なんでここに。カリンがサスケのチャクラと大きいチャクラがぶつかってるって言い出してね。気になって来てみたんだよ。サスケ、一体何があった？俺についてこい。行くぞ。内派のアジト。そこで全ての決着をつける。第五章、兄と弟。それで、どこに行くの？内派のアジトに向かう。内派の？そこで全ての決着をつけてやる。よそに向かっている暇はないだ。いらっしゃい。ついてきたはいいものの、内派のアジトってどこにあるのさ。じっと見つめて、そこに何かあるの？かい。あらら、こんなとこに通路があったんだ。内派一族しか知らない通路か。行くぞ。気をつけろ、何か来るぞ。お前は。ここからはサスケ君一人で行ってください。イタチさんからの命令でしてね。他の方々はここで待っていてもらいましょうか。
いいだろう。正体で動いていたのはもともと1対1に邪魔が入らないようにするためだったか。お前たちはここで待っていろ。さて、干し柿キサメ、そして大刀サメ裸。ほう、なぜそれを。忘れたか、ホオズキ満月の弟、ホオズキ水月だよ。おお、大きくなりましたね、水月。ここでただサスケの帰りを待つのはなんだから、暇つぶしに楽しく遊んでもらえないかな。お兄さんと違いやんちゃですね。少し削ってあげましょう。ああ、お仲間も参加されるようならどうぞご自由に。うずうずして仕方ないよ。さっさと始めようか、キサメ先輩。ほう、これは思ったよりやるようですね。あんたの持つ大刀サメ肌、この僕がもらい受けるよ。私のサメ肌をね。残念ですが、それにはまだ力不足です。なんだと。私はまだまだ本気を出していませんからね。へえ、だったら本気出してもらおうじゃない。そうしてあげたいのは山々ですが、あいにく上からの命令で止められていましてね。上だと。ええ、いずれあなたたちにも教えてあげないといけませんね。どういうことだ。待っていろ、うちゃいたち。
ウチハのアジト、あそこにイタチがいる。決着をつける時が来た。イタチ、この俺の憎しみを見せてやる。たっぷりとな。兄さん、今日手裏剣術の修行に付き合ったよ。俺は忙しいんだ。父上にでも教わればいいだろう。だって手裏剣術なら兄さんの方が上だって子供の俺でも分かるよ。兄さんがそうやっていつも俺を厄介者扱いする。サスケ、許せサスケ。また今度だ。愚かなる弟よ、この俺を倒したくば恨め憎め。名は内葉佐助。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望は一族の復興とある男を必ず殺すことだ。やっとたどり着いた。来たか、サスケ。あんたとの因縁、ここで断ち切る。ずいぶんと力が入ってるな。あんたをここで葬ることができると思うと、自然と力が湧いてくるんだよ。俺を葬るか。その前にあんたに一つ聞いておきたいことがある。今さら何が知りたい。あの夜、ウチハ一族を滅ぼしたあの夜、本当にあれはあんた一人でやったことなのか。なぜそう思う。いくらあんたでも一族すべてを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かがあの夜いたはずだ。気づいていたか。誰だ、誰があんたに協力した。ウチハマダラだ。ウチハマダラ。木ノ葉隠れ創設者の一人、俺の相棒であり師であり不滅の男。創設者だと？それならとっくに死んでるはずだ。マダラは生きている。信じる信じないはお前の自由だが。ざれ言はやめろ。人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。何が言いたい。マダラが死んでいるというのは
お前の勝手な思い込みだ。お前は、お前のその目は何一つ真実を捉えていない。お前は何も見えていない。確かにマダラについて俺は何も知らない。だがそんな瞳でもしっかりと見えているものが一つだけある。一体何が見えている？今の俺のこの目に見えているもの、それはイタチ、あんたの死に様だ。俺の死に様か。再現してみろ。最後の術になる。雷鳴と共に散れ。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。
これがなければやられていたな。ここからが本番だ。これが俺の切り札、サノーだ。スサノーだと。出るものが出たな。うちは力を私のものよ。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。何言ってやがる。何か手はないのか。奴を倒す手は。諦めろ。お前の負けだ。黙れ。くそ、どうすれば。逃げ場はない。来るな。
壁。俺の目だ。やめろ。お前は俺の光。グレだ。サスケ、お前は俺が。お前は弱い。兄さん、まったく仕方のない奴だな。なんで兄さんが愚かなる弟。こんなこと。恨め、憎め。新しい手裏剣術を教えてくれるって約束しただろ。また今度だ。兄さん、なんて遠いんだ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。手当てはしておいた。イタチは死んだ。お前の勝ちだ。一度会ったな。前は敵としてだが、デイダラのことなら気にしなくていい。俺はお前の敵じゃない。俺はお前にあることを伝えるためにここへ連れてきた。あること？そう、ウチハイタチについてだ。お前は兄のことを知っているようで何も知らない。なぜお前がイタチのことを知っている？そうだな、まずは自己紹介からしておくか。俺はお前と同じウチハ一族の生き残りであり、ウチハイたちの真実を知る者だ。なんだ今のは。イタチがお前に仕込んだアマテラスだ。
さすがイタチだ。死んでもなお驚かされる。ここまでの手を打っておくとはな。一体何のことだ。お前に術をかけていたのだ。お前から俺を遠ざけるためとでも言おうか。よほど俺の口から真実を伝えてほしくなかったと見える。何の話をしている。イタチは死ぬ前お前に何かをしたはずだ。最後お前のために己の動力をお前の中へ注ぎ込んだんだ。何を言っている。何が言いたい。どうしてイタチがそんなことを。わからないのか。お前を守るためだよ。守るだと。何の冗談だ。あいつは俺の敵だ。父さんと母さんを殺し、一族を滅ぼし、それに。さっきも言ったが、お前は兄のことを知ってるようで何も知らない。うるせえ。お前にイタチの何がわかる。イタチから聞いているだろう、あの夜の協力者のこと。じゃあお前が。そうだ、俺が内葉マダラだ。俺はイタチのことなら何でも知っている。奴が何を思っていたか、何を望み、何を愛し、そして何をかけて戦ったのか、すべてな。お前は兄、内葉イタチの生き様を、真実を聞かなくてはならない義務がある。あいつはイタチは俺と戦い、俺をこれまで苦しめ続けてきた。それに一族を滅ぼしたのは紛れもない事実だ。あいつは内葉を。それが木の葉から下された任務だったとしたら、それがイタチの真実への入り口だ。任務だと。そうだ、あの夜イタチは己を殺し、任務をやり遂げたのだ。どういうことだ。少しは話を聞く気になったが、あいつはイタチは犠牲になったのだ。木の葉に古くから続く因縁、その犠牲にな。この葉がくれ、今では大層な里になっているが、その根底には歴史の歪みが渦巻いている。特に内葉に対する差別がそうだ。内葉への差別だと。もともとこの葉がくれは対立していた忍びの組織が一つになって出来上がった里なのだ。そしてその中に我が内葉一族もあった。木の葉創設当時こそ我らは他の一族と共に里の中心として実権を握っていたが、
初代火影の座を奪い損ねてからは徐々に内派は主権から遠ざかっていった。内派のリーダーであった俺はそのことに絶望し、やがて里を離れた。俺が離れた後の内派はさらに力を失い続け、そしてついには里の厄介者として扱われるまでになった。所詮内派は必要とされてなかったのだ。差別されていたのだ。もちろんそれを良しと思わない者たちが出てくる。当然だ。彼らは内派の実権を取り戻すため、そして何より誇りを取り戻すためにある計画を企てた。計画？お前の父をリーダーとした木の葉の乗っ取り、いわゆるクーデターだ。内派一族がクーデターだと？それに父さんがリーダー？それに感づいた木の葉上層部は内派に一人のスパイを送り込んだ。それがお前の兄、内派イタチだ。内派一族とこの葉がくれ、どちらを取ればいいのか、その合間に立っていたイタチの胸中は想像を絶する。最終的にはこの葉がくれを取ったがな。なぜだ、なぜイタチはウチハを裏切る？第三次忍海大戦、この戦争の経験がイタチを里の安定と平和を第一と考える男に変えた。戦争というものはどれも地獄だからな。里の上層部はイタチのその心を利用し任務を与えた。その任務というのが、内派一族全員の抹殺だった。当時のイタチは悩み悩み悩み、いかんともしがたい苦悩の中にいた。普通に考えれば同胞に手をかけることなどできようはずもない。だが内派のクーデターを許せば里は崩壊し、そこをついて他里が攻め込んでくる。それこそ第四次忍海大戦の引き金になりかねない。内派一族の利己的な思想で無関係の人々が死ぬ、それだけはどうしても避けなくてはならなかった。だからイタチは選択したのだ。己の手で一族の歴史に幕を下ろすことを。そしてあの夜へとつながっていく。任務だった。一族を滅ぼし汚名を背負ったまま抜け人になること、その全てが任務だった。イタチはその任務を全うした。ただ一つの失敗を除いて
いかに心を閉ざし修羅と化したイタチでさえもただ一人たった一人弟だけは殺せなかった。その後イタチはお前を守るよう三代目に嘆願し、他の上層部にはサスケに手を出さぬよう脅しをかけ里を抜けた。お前のことが何より心配だったのだ。嘘だ、そんなのは、そんなわけあるわけないじゃないか。事実だ。嘘だ。現に俺は何度も殺されかけた。イタチが本気ならそうなっていただろうな。それにイタチにはお前を追い込まなければならない理由があった。まさか。あれは全てイタチの仕組んだ戦いだった。お前を呪因から解放するため、そしてお前に倒されることで仕立て上げようとしたのだ。ウチハ一族の仇を討った英雄に。信じられるか、そんなこと。あいつはイタチは悪だ。一族を滅ぼし暁に染まった犯罪者だ。暁に入ったこともイタチの計画のうちだ。里への危険組織を内側から監視するためのな。一族を裏切り里を抜けたとしてもイタチの心は木の葉と、そして何よりお前と共にあった。嘘だ、嘘だ。そんなことがあってたまるか。嘘ではない。お前のことを何より。やめろ、そんなものすべて。なぜならお前は生きている。お前の目はイタチのことを何一つ見抜けていなかった。イタチは友を殺し、上司を殺し、恋人を殺し、父を殺し、母を殺した。だが殺せなかった。弟だけは血の涙を流しながら感情を一切殺して里のために同胞を殺しまくった男が、どうしてもお前だけは殺せなかった。その意味はお前にわかるか。あいつにとってお前の命は里よりも重かったんだ。あいつは死ぬ間際まで、いや死んでもなおお前のために、お前に倒されることでウチハ一族の仇を討った木の葉の英雄に仕立て上げるために、その身は病に蝕まれ近づく死期を感じながら薬で無理に延命してでもお前と戦い、お前の前で死ななければならなかった。木の葉の平和のため
そして何より最愛の弟、ウチハ・サスケ。お前のために犯罪者として、裏切り者として死んでいくことを望んだ。名誉の代償に汚名を、愛の代償に憎しみを受け取り、それでもなおイタチは笑って死んでいった。弟のお前にウチハの名を託し、お前をずっと騙し続けたまま、それがウチハイタチの真実。お前の兄の生き様だ。どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。ふっ。許せ、サスケ。また今度だ。交換条件がおんぶしろとはな。まったく。ねえ兄さん、今度は絶対に修行に付き合ってよね。ああ、だが俺も任務を受ける身だし、なかなか時間が取れないかもしれないぞ。それでもいい。たまに一緒にいてくれればそれでいいよ。サスケ、お前は俺が許せ、サスケ。これで最後だ。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ。我々はこの葉を潰す。鷹が鳴いた。虚空にただ一度。悲しい声だった。虚しい声だった。そして怒りの声だった。滅びの一族を背負いし少年は今静かに狂人を彼の地へ向けた。これより開けるは戦乱の幕。
真実の復讐、過去への清算。生きし兄の無念を胸に、新たなるウチハ・サスケの物語はここより始まる。ペイン、彼が来たわ。サスケの方はいい感じだ。シャリンガンの力を十二分に発揮していた。木は熟した。そろそろ木の葉も動き出す頃だ。では九尾の方は。お前とコナンで枯れ、失敗は許さん。分かった。一応気をつけておけ。あの渦巻きナルトはもはやただのガキではない。今や大層な術を身につけ仲間も多い。簡単にはいかんぞ。ターゲットを恐るべしとする言葉は塵に等しい。ペインは負けたことがないのだから。まあそれもそうだな。第6章、地雷や豪傑物語。よう、綱で。地雷やか。珍しいな、突然ここに来るなんて。ああ、ちょっと珍しい情報を手に入れたんでな。珍しい情報？喜べ。暁のリーダーの居場所が判明した。な、何？それは本当か？詳しく話せ。というわけだ。なるほど。雨が来れか。うん。そこでは暁のリーダーはペインという名で崇められているそうだ。あそこは極めて閉鎖的な里だ。調べるにはいろいろと手間がかかるな。ああ、だからここはまずわしが潜入し調べてくる。おい、一人じゃ危険すぎる。ふ、大丈夫だ。わしを誰だと思っている。伝説の三人が一人、ジライア様だぞ。しかし、あの里に侵入し情報収集できる者などこの里ではわし以外におるまい。必ず生きて帰ってこい。お前にまで死なれたら私は。泣いてくれるのか。こりゃ嬉しいの。バカ。心配するな、わしなら大丈夫だ。そう簡単にくたばりはせん。安心しろ。ああ。
さあ、それじゃあ早速行ってこようかの。情報は鮮度が命だからな。ジライア。じゃあの、綱で。目指すは雨隠れか。まずは天地橋を目指すかの。